切ってから自分で、ま、巻いてなく巻いたことがあんまなくて、実はいつもストレートアイロンばっかり使ってたんですけど、今日は久しぶりに自分で巻きました。なんかライブの時は結構メイクさんが巻いてくださるんですけどね、ありがとうございます。そうちゃんとね、ちょっとねめっちゃ苦戦した。どうやって巻いたらいいかわからんくてなんか短い髪の毛がいっぱいあっていい感じ、なんかこんな感じ。オイルつけすぎた。久しぶりに巻きました。大人っぽい、嬉しい。ここら辺が姫。そうなの、巻いてます。内巻き外巻き、そうなんか内外をミックスさせてさらにカール加えて巻いてる そうなのです。かわいい、ありがとう。ハートもありがとう。オイル何使ってますか。あれなんだっけ、なんだったっけな、ドンキホーテで買ったんですけど、めっちゃいい匂いのオイルあって、それ使ってるんだけどね、ちょっとどんなんだったか見てこないと分かんないかも。あ、ありがとうございます。え、待って、すごいコメント欄がサラダ油みたいな、ごま油なわけなかろうなかろう。あ、主権さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ヘアオイル使ってますよ。オリーブオイルはでもなんか良さそう、使ったことないけど良さそうな感じするわ。あ、あれありがとうございます。貝殻いっぱいいろんなの使ってます。なんでかっていうと、なんか人が使ってるのを見たら何でも欲しくなっちゃうんですよ。なんか人が使ってるものってすごいいいものに見えちゃうんですよね。なんか自分がこう見つけて買うよりも人が使ってるってだけで、だからいろんなの買っちゃってなんかそういろんなの使ってる。ブレンドしてるわけじゃない、その日の気分。ケンさんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。くま、ありがとうございます。スイカジュースありがとう。シャンプー使って、何使ってるの。シャンプー気になる。シャンプーはピンク色のあ、なんだろう、なんかピンク色の可愛い入れ物に入ったシャンプー使ってます。何なのか分からん、名前がなんかね、可愛いボトルなの。こんぐらいのボトルで、なんかちょっと透明っぽい容器で、なんか最近新しく出たやつかな、わかんないけど、アネキューと、そうだよ、全部アネキューと一緒です。ピンク多い、確かにピンク多いですけども、アンド、え、わからん、
私の洗面所行きます洗面台行きます。お風呂場、お風呂場行ったら判明する。ピンクのトーン、はい行きますさて今は誰もいないはず。初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ちょっと待ってね、見てビールじゃん、洗面所に移動してきました。ビール、そう、これは太田優里さんのコラボ T シャツです。これね、ちょっと後で見せよう。後ろが可愛いんだよ。とまずちょっとオイルがベトベトにオイルベトベトなんだが、ヘアオイル、これめっちゃいい匂い、マジでいい匂い、本当に大好き。しかもめっちゃウェッティーになります。マジいい匂いするよ。ちょっとオイルがね漏れちゃって容器が。お風呂ライブ、いいえそんなことはありませんけど、この暗闇のお風呂という恐怖の、どれだっけな、ちょっと待ってね、映ってはいけないものがないか。あ、暗いね、反射してる。ちょっと電気つけよう。じゃん、エコーかかってる、リバーブ、リバーブ、じゃん。どこのなんだ、かわいい、めっちゃいい匂いするんですよこれ。うねりケア使ってます。以上ですここで歌おう。何を、お揃いだ、嘘、本当に嬉しい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。あ、初見さんありがとうございます。お風呂です、中村舞です。お風呂にいる中村舞です。お風呂の光結構漏れますね。ミキの写真です。ヤッホー、ありがとうございます。うるさくないの、お風呂でも、お風呂でいつも歌うかも。お風呂場ね、いいよね。なんでこんなにさ響くのかな、お風呂場って。よくわからんけど暑くないですね。なんでだろう、換気扇、換気扇効果。確かになかなかお風呂場行かないもんね。ちょっとお風呂場、キャー、オペラも行けちゃいますね、ここだと。お風呂溜まってないですよ、浴槽から。
じゃじゃーん。換気扇の音が響く。Tシャツ見せて。あ、見せたい。かわいいんだよ。入浴中配信と騙されて飛んできました。あん入浴するわけないだろう。何人入れる？まあ、頑張ってそうですね、10人ぐらいは入れるかもしれません。中村前10人入れる、入れないか、そんなに。1、2、3、4、まあ、みんなが立てば7人ぐらいは入れるんじゃないそんなにあのみんながぎゅうぎゅうに詰まって立っとけば7人ぐらい入れそう。いや頑張ったらですよ。そんなにめっちゃ広いとかじゃないんですよ、ね、水すぎる。意味深？あん？意味浅よ、意味浅。深くもなんもないわ。あんた、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。中村舞です。人間出身です。おー、お風呂でもね、いいよね。定期的にこの歌いたくなるようなお風呂。僕ありがとうございます。お風呂配信って聞いて飛んできた。え、誰が言ってるんですか、お風呂配信って。なんてシャンプーだったの？読み上げるとすればですね、ん？ウルリス、ピンクミー、ウルリスだって。ウルリスって調べたら出てきそう。Twitterで見かけて気になってます。嬉しい。なんかでも朝ツイート、あの私がいつもおはようおはようって言ってるんですけど、そのおはようを見て気になったって方がなんか来てくださったり、そうめっちゃ嬉しいんですよね。おはようガール、おはようしか言ってないけど、おはようから始まる世界を。ボットとかしてます。でもね、1年以上は多分続いてるんですよ。まあちょっと休んだ暇は何日かはありますけども、おはように必ず猫の絵文字がついてるのみんな気づきました？ね、必ず猫の絵文字つけてるんです。オールスター見に行きます。オールスターもう1週間後ぐらいじゃないですか。え、20
もう1週間切ってるのか。やばいやばい。上達した？今フォーム見せようかなと思ったんですけど、ちょっと全身映りそうにはないなと思ったのと、なんと実は下がちょっと何ですか、ちょっと短パン、書いてます。ジャージって言うんですかね。短パン、ピンクの短パン履いてて、実はちょっと恥ずかしい。初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。感染、そうですね、ちょっと今ねコロナがね増えてきとるけんね、本当にねちょっと気をつけないといけませんね。ね、全国的に増えてるよね。なんか定期的に結構波があるみたいで、めっちゃ可愛い。ありがとう。愛媛、あ、そう、愛媛も結構そう多くて、そうなのよ。オールスターね、開催ねできるといいんですけどね。大丈夫なの？私も気をつけていきたいと思います。オールスターね、そうなんですよ、ファーストピッチさせていただくので、試合にも出ます嘘です、試合には出ませんけども。クマありがとうございます。どこ守る？え、何？でも私キャッチャーは絶対できないんで、まあ、消去法でピッチャーか打つ人になろうかなと思います。打って走る。何 DH って、なんかあれみたい、魚のさ、魚の健康的な成分みたいな名前。何 DH って、あ、 DHA か DHA、どこ詐欺え、それ、あ、うつの専門の人が DH っていうの、何の略なんだろう。わかった、 H がヒッターじゃな、 D はなんじゃろ、どこでもヒッター、大事なダイナミック、デザインティットなんだよね。ヒッターは合ってるわ。それになろうじゃあ、私 DH なれるかな。その人はさ、 DH って人はさ守らなくてもいいのかな。
守りはしなくていいの？守らなくていい。そうなの？じゃあ守備の時は何しとんじゃろう？守らない。私にぴったりの適任の役じゃないですか。これからどこですかって言ったら DH でって言おう。そうなんや。守備の時はベンチに寄って攻撃の時に出てくるの？なんかすごい、もうめちゃめちゃすごい人じゃないですか。パリーグ、セリーグ？私覚えたんですよ最近、パリーグとセリーグ。あんまどういう意味か分かんなかったんですけど、そう、なんかいろいろ調べてパリーグとセリーグちゃんと調べたんですよ。広島はカープはパリーグどっちだったっけ、どっちだったっけ、パリーグ、あ、セリーグなの？なんかそもそもパリーグ戦セリーグ戦みたいな、なんかどういうことみたいな思ったんですよ。で、あ、二択で外しちゃった。で、なんかお姉ちゃんに聞いたら、そしたらまあなんか所属しとる、まあ、48みたいなもんよって言っとって、なんか48の中のみたいな感じよみたいな。全然調べてなかった。あ、なんか球団はどっちに属しとるか分からんけど、何でした説明、48と、まあ、46さんみたいなもんだよみたいな、パ・リーグとセ・リーグでこうなんかこう分かれててみたいな、まあ、言えばそういう感じよみたいなっていう、そう、お姉ちゃんに例えるとみたいな。お姉ちゃんの説明すごい説明、そういう感じなのかな。で、なんかまあ言ったら、そのーオールスターはなんかまあこう今はまだあんま違うけど、あのちょっと前の AKB さんの選抜みたいな感じで、こう各グループから選抜されてこう集められる感じよみたいなそういう感じで教わりました。なるほど、そういうことか。わかん、その私が詳しくなかったんで例えて教えてくれました。めっちゃわかりやすい、物知り。ありがとうございます、ね、なるほどってわかりました、すぐに。ね、すごいなあ、そう、なんか投票とか推薦とかで決まるみたいな。お父さんは詳しいか？お父さんは多分野球興味ある人だったと思う。今日も LINE が来ました最近毎日 LINE が来るんですよ。あ、
チンアナゴとハート、ありがとうございます。喜んでるよ、うちのお父さん。お父さん、なんか普通に元気かって、あとはなんかお父さんに犬の写真、実家の犬の写真をね送ってっていうのにね、明日送るって毎日言うんですよ。明日はいつになったら明日になるんだいって思いながらもう毎日待ってるんだけど、お父さんの明日は多分ね3ヶ月後ぐらいなんですよ。お父さんはね結構ね口だけの人なんです。なので、明日やるって言いながらいつもとやんない、本当にそんな人なんです。明日が明日じゃない。なんで送ってこんの。いや、それな、早く送ってよ。ひどい言われよ。だってちょっと、もう、ああ分かった、明日ねって言いながら、いやー来ないだろうなーって思ってます。リアル。いつもと違うところ。はい、今はお風呂にいます。おー、初見さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。そう、うるさい、そんなこと言わないでください、私の美声を。美声を、はい、聞いてくださいよ。座ってるの、座ってる。なんかこの感じが心地よくて、しかもなんか色味もいいし、ここなんかめっちゃ盛れるんよね。なんか照明、お一人様レフ板、レフ板、皮膚がなさそう。なんでなんだろう、あったかい色やけんかな。漏れてるか。あー、なんだとなんだと。初見さんありがとうございます。中村舞です。出身です。あ、音、これ多分換気扇の音です。なんか歌いたいんですけどね、特に歌う曲がね今出てこなくてね。マイク持ってきてない。多分マイク持ってこなくてもリバーブすごいからいい感じに。熱くはないんですよ。なんでなんだろう。夜風いいね。テレテレレレテレテレテテテテレテレ。
てオレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねてるみたい。電話くらいできなかったの、あなたが憎たらしい。ずっと待ってるのに、今日は仕事が忙しいことなんて私にだってわかっているけど、一人きりのアスファルトは足音が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい。今いるその場所へ飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。本気になるつもりはなかった、夜風の仕業。ちょっと歌詞合ってるかわからんかも。合ってた2番の歌詞歌ってたかな。夜風の仕業。うまっ、あちこち花束ありがとうございます。よかぜカラオケ入ってなさそう。でもカラオケね、最近いっぱい増えたらしいよ。2番がいいんだべ。2番はね、携帯電話見るんでね。追加どうなんだろう。声大好き、嬉しい。制服の重さを鬼リピ。でも制服の重さめっちゃいい曲ですよね。あと私原点も好きなんですよ。同じ時期の曲なんですけど、制服の重さと原点どっちも風を待つのカップリング曲で超好きな曲です。僕は原点に帰るよ。それは幸せなようで不幸かもしれない。制服のダンスわかる。制服がこんなに重たいものだなんて。菜の花もそう、その頃です。だから菜の花原点、菜の花原点、制服の重さ、誰かといたいが風を待つのカップリング曲だ。カップリング曲めっちゃいい曲よ。8月のアスファルト走る自転車は全力でペダル漕ぐ足元、地面から熱を感じるんだ。白いシャツ吹き出す汗、濡れてくっついた。加速度増せば正面からの風が心地
しい。君の家まで何分かかる。照りつける太陽、油ゼミの声。坂道が辛いと思わないのはなぜ。ここはでもやっぱパルトさんの歌声が私はとても好き。いやーでももうすごいよ本当に、もうやっぱすごいパルトさん。マイキューの歌いの癖どうだろう、ありますか？でもなんか歌い方の真似されたことあるんだよね、おきちゃんに。おいバカにしてるだろって言ったんですけど、なんか何だったっけな、何の曲か忘れたけど、なんか真似してきたんですけど、なんか忘れました。なんかありますか、私の癖みたいなの。癖わかる？どんなんかな？マイクの持ち方？マイクの持ち方？花束ありがとうございます。ヘタレのセリフが好きです。おー得意ですよ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。超慣れてる。超やってきたから超慣れてるよ。そう、ヘタレたちよ。でも最近セリフ言ってないんですよ、ライブでは。なんですごく言いたい、すごい言いたいんですけど、最近は言ってないですね。何かしらでね、ちょっと言う時があったらいいんですけど。スラスラで草って言われて、スラスラ。そう、意外とそう結構やってきたので。そう、ちょっと言いたいんで、ちょっと今度披露できる時があるならば。ちょっともらえませんかね。やると下手れだって、やるときはやるよ。ここがいいな。セリフ、そう、やるときやるや。ライブねえ、次いつだ。30日に新公演がありますね。新公演があって久しぶりの公演かもしれません。香川県でやります。高松行く？来る？ライブ行ってみたい。ぜひ
待てるよ。関ヶ原何日でしたか？いや関ヶ原は明日だったんですけど、ちょっと残念ながら今回出演が見送りになってしまったんですよ。そうなんですよ、岐阜県、そうすごい行きたかったんですけどね、申し訳ない。そう急遽今日決まりました。関ヶ原の戦い、そうなんかアイドルウォーみたいなの書いてた。そうなんですよ、ちょっとね、そして今回は初めてその ST48 の研究生とも一緒に立てる、初めてって言ったら変だな、あのなんだろう、そういうフェスとかでね初めて一緒だったので、そうなんですよね、ちょっと残念だったんですけども、また何かあれば。中止ですか？そうですね、明日とあと大阪である予定だとマワループっていうフェスもちょっと見送りになってしまいました。全国的にそう、ちょっとね、またもし次の機会があれば。ST48 が出ないだけ、そうですね、そうそう、ST48 がちょっと出演を見送りになりました。第7波7なの、すごい、もう波めっちゃ来てますね、うん、皆さんも本当に本当になんかいろいろと気をつけてくださいね。本当になんかなんだろう、もう多分通勤とかしただけでも結構もう誰がかかってもおかしくない状況だと思うので、ありがとう、ハートと花束と、なんだっけ、人で、ちょっとそろそろ移動しましょう。そうでもない、長らくお世話になったこのお風呂から撤退します。なんかさ、お風呂にいたら若干巻きが取れた気がする。そんなことはないか湿気でよいしょ、エコーが消えました。そう、お風呂にいたんですよ、さっきまで。ビール見せて、え、かわいいんだよ、じゃーん。ビール、うーん、レモンサワー、にゃん、ハイボール、ん、ホッピー、ホッピーってなんやろ、なんて書いてる、なんだこれは、これなんて書いてある、これ待って、マジで反転しとるけど、なんて書いてあるかわからん。サワー、ん？サワーかな？
ジャスミン杯？ジャスミン杯ってなんだ？おしゃれだな、ジャスミン杯って。何ジャスミン杯って。あとこれ、なんだろう。なんて書いてますか？これサワー。梅？梅酒？これはそう、太田優里さんの太田優里さんが作った T シャツグッズです。そうなの、私の大好き太田優里さん。梅サワーって書いてあるの？やばいよ。え、なんで？なんでよ。お便りさんは何が一番好きなんだろう。何のお酒が好きなんだろう。一番は何だろうな。かわいいね。ジャスミン杯って初めて聞いた。あとホッピーってなんだ？ホッピーってさ、なんだっけ？ホッピーって何？なんか、コンビニにあるやつじゃん。ホッピー。ホッピー。かわいい名前じゃな。ホッピー。何クッピーって。あ、ロッピー、ロッピー、ロッピーよ。ロッピー、ホッピーは、ホッピーってお酒があるんだって。なんじゃろ、わからんまんま。商品名なんですかね、それともお酒の名前。グッピー、グッピーって魚でしょ、熱帯魚でしょ。ありがとう。ホッピー割って飲む。え、そうなんや。美味しいんかな。ホッピー初めて聞いたかも。グッピー知ってるよ。グッピーはもうみんな買うでしょ。いや、わかんないけど、私は小学校の時にクラスで買ってたグッピー。メダカ派。グッピー、生き物がかり。そう、ありがとうって伝えたくて。あ、たつの私がありがとうございます。安否好きピー、大好きピー。ちいかわや、え、そうよ、ちいかわ。またさっき私もちいかわ見てますよ。あうあうあう、かわいい。あうあうあう言ってる。ちいかわ、ちいかまじゃないです。ちいかわ、ちいかわ。
けんさんありがとう。中村舞です、愛媛県出身です、こんばんは。そんなこと言ったら今日時間経つの早、51分だ。ぬいぐるみ持ってるよ、じゃーん。あう、なんかチークがねちょっとね取れかかったんですよ。夏バテしてないですか？全くしてないです。はい、そうなんですよ、全く。ご飯ももりもり食べてます。はい。なんか5周年コンサートまでがすごいもう結構きつくて、ずっとご飯が食べられなかったんですけど、終わって、ま、しばらくしてから東京行って、ま、ウーバーイーツもしたりなんかいろいろして、そうそう、ウーバーイーツだしラーメンとか頼んで食欲が戻ってご飯食べます。ご飯めっちゃ食べてます。今日はカレー食べました。もりもりよ。食欲も夏バテとは思わんくらい戻ってる。配達員ですか？私は配達はしてません。私が配達してたらそれはダメです。あのね、家系のラーメン食べたわ、ダッシュ。私確かに配達してたらめっちゃ早いかもしれん、ダッシュしていくけんね。その分なんか配達するものがぐしゃぐしゃになりそう。ただあのあれですよ、私あの自転車とかバイクとか無理なんで、はい、走っていきます。こってりラーメン、こってり豚骨醤油みたいな。こぼれてそう、汁なさそう。平行移動しよう。汁なしの麺しかそこ運びません。それ以外は NG です。全然太らないね。いや、そんなことないよ。あと最近はなんと高頻度で2回もケンタッキーのチキンを食べました。なんかケンタッキーのもうチキンが大好きで、でなんか部位がね5種類ぐらいあるんですよ。なんかキールとか、なんだっけな、なんかあの足のところとか、あのあばらのところとか、あの いっぱいあるんですけど、めっちゃあの何ですか、脂っこい部位がすごい好きで、なんかねあばらの部分がめっちゃ好きなんですよ。マジで美味しくて、脂か足の部分が好き。でもね、あの脂のそのあばらの部分がなんて部位だったっけな、あの部分がね一番多分内容量も多いんですよ。指定はねしないんですけど、そう来たやつを食べるんですけど、あこれどこの部位だなみたいな思いながら、そう食べにくいけどめっちゃ美味しいんよ。骨がめっちゃあるとこ、あばらはジャンク、めっちゃ美味しい。なんかそういうちょっとジャンキーな食べ物が最近欲してて、なんかめっちゃ食べちゃう。オリジナルチキン、そうよ。もう手をちょっと
油で染めながら食べるのがいい。夏バテ知らず、皆さんも夏バテには気をつけてください。ケンタッキーのチキンを食べて、あとね、もうビスケットが本当に細胞レベルで好きなの。なのでビスケットとチキンを必ず頼んで、めっちゃ美味しいのよ。ビスケット意地、食べたくなってきた。マジで美味しい。どうやって味付けとんじゃろう、教えてほしいわ。作らんのやけど家じゃ買うけんいいんやけどさ、マジで美味しいよね。ウーバーできますよ、ケンタッキー。テイクアウトもできますよ。やっぱ家でね、ゆっくりね、こうやって骨1ミリもお肉を残さず食べる。おやすみなさい。急にみんなおやすみ言うやん。もう終わっちゃうってよ。あと、あ、1分半ぐらい。でね、男女読むね。山道さん、スノーロールさん、アルマサトリアさん、熊ね。あ、私なんか変なとこ触った今。ちょっと待って。山ちゃんさん、ウォルフィーさん、シンジさん、東京のスバンさん、ハヤリンゴさん、たくみさん、広島港パセリさん、スターフルーツさん、アピさん、ありがとうございます。あとね、1分くらいで終わる。おやすみ、おやすみなさい。皆さん今日も一日お疲れ様でした。明日は金曜日だ。おやすみありがとう。おやすみ、明日も頑張れ。また明日、花金だ、花金だよ。バイバイ、またね。バイチャラポース。バイチャラポー、久しぶりに言った。バイチャラポー、おやすみなさい皆さん。また明日です。ありがとう、ギフトもたくさん。またねー。